皆さん、我らが松永さんが帰ってまいりましたよ。おかえりなさい、チャンプ、チャンプ、チャンプ。そうです、ブー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 バカにしてるそんなことない、見ましたよ。世界チャンピオンになりました。あ、おめでとうございます。収録一回休んでる間に世界チャンピオンになりました。そうなんですよ、サラリーマンの方に声をかけていただく機会が増えました。なぜかニュース番組見ましたみたいな感じで見てますもん。嬉しいですね。いや、ありがとうございます、はい、戻ってきていただいて。とんでもないです、よかったです。はぶられてなくてよかったです。いや、そんなチャンプ、はい、友達増えましたか。あ、これ松永と友達っていう人増えましたか、こういうこと。いや、多分ね、はい、普通は増えるんでしょうけど、ここであんま増えてない今日のゲストさんはですね、はい、インディーズ1愛されバンドという、皆さんがインディーズ1愛されバンド、そうです、嬉しいですね。はい、それでは早速参りましょう、はい、カンナナフィーバーズネオ。On Kanana Fever's Neo, we go out to discover and introduce you to the next big thing in Japan's music scene.次の時代を切り開く新しい音楽、さあ時代が変わる瞬間を見届けよう。ようこそカンナナフィーバーズネオへ。天童寺の皆さんです、よろしくお願いします。お願いします。一度俺はあれですよね、対バンさせていただいたことが。そうです、はい、あります。仙台ですよね。そうです、仙台です。仙台スリーマンでやらせていただいて。そうなんです、ね、そうなんですよ。もうちょっとそこでちゃんとコミュニケーション取っとくべきだった。浅野さんはこのカンナナフィーバーズネオの前の番組の主力兼カンナナフィーバーズの MC だったというわけで。ですよね、先輩です。先輩よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう今オープニングトーク見てたんですけど、やっぱさすがっすね。いやもうすげえ明るい番組っすね。さすがに。いや、どうですかね。なんか全然俺らほんとため息とかから始まってたんで。マジっすか。本当ですか。今週も始まっちゃったねみたいな。そうね、やりたくないみたいな。同級生なんですか。そうっす、はい、幼馴染みだ。そうっす、そうなんですね。ビデオ可愛いよな、この。久々に見たけど、そうだね、変な結婚。可愛い、このビデオ。アメリカのベストもできるんですね。そうっすね。へぇ、久しぶりに見るの確かに、うん、あ、結構前の PV だった。そうですね、うん、あ、これは今年確かにめちゃめちゃフェスに出られてた印象ありますね。あーね、フェス1年生って感じでした、うん、すごい、はい、愛されば、ね、恥ずいっすよね、言われるのなんか愛されてます。自分が愛されてます。はい、はい、ありがとうございます。同級生なんですね。そうっす、まあ、あのドラムの追いだけ1個下なんですけど、でもあの同じ中学の後輩で。なんで28歳で改めて組もうってなったんですか。バンドみんなやりたいのはお互い分かってたんですけど、まあ、言い出したもん負けみたいな。なんで負けなんですか。熱いの絶対許さないグループ。あ、なるほどね。そうそうそう、熱いやつから省かれていくみたいな。そうそうそう、怖えよ。めちゃめちゃ嫌です。仲間たち、やだ、やなやつ。じゃあそれはあの熱いやつがいたってことですか、この中に。ね、誰が言い出したんですか。あ、誰ですか、熱いやつ、誰ですか。いや、だからこれしょうがないですよ。あ、俺熱いやつがいた。あ、マジで、まあ、もうラストチャンス過ぎてるんですけど、普通は。でも本当の本当にラストだなと思って、もう俺が行くしかないと思って、ケンジに「お前さ」って「どうすんの、あんたやんのかやんねえのかはっきりしろよ」ってこと。いや、だって男女じゃん。この関係ねえんだもん、ね、関係ねえしよって腹もはっきりしろよ。その時多分大体週4ぐらいで飲んでたり遊んでたりしたんで、すげえ焦って「いやいやいや、います」みたいな感じで。あと本当2年ぐらいは待ってほしかった。12年いやいや、もう3年。愛されバンドっていうふうに、はい、
言われてるみたいなんですけど言われますね実感あります何なんだろうねこれねふとなんかのインタビューかなんか見たらなんか東京インディーシーン切っての愛されバンドみたいな書いてあってダッサと思ってでも確かに音楽には振られてない多分、ね、マジで言うことなかったいい人たちですいい人たちですよいい人たちなのみたいなここで天童寺をプロデュースするミュージシャン片寄明人さんに彼らの魅力についてお聞きしました僕にとってはねピュアって言葉が純粋っていう言葉が一番ぴったりかないわゆる計算とかを超えたところで生まれてる音楽の純粋な形が奇跡的に残ってる音楽っていうところが僕にとって一番魅力ですね自分はデビューは90年代なんですけどその時代のいわゆるオルタナティブロックっていうのかな例えばティーネージファンクラブであったりとか、まあ、有名なところだとニルヴァーナだったりそういったものを思い起こさせるところっていうのが多くあってでそれは僕の世代にもすごく響くものなんだけどもでも決してこうノスタルジックなものじゃなくて今の時代でしかありえない形でその音を蘇らせてるってところは天童寺ならではだと思うし実際にああいう音でキッズたちが。客席で騒いでるっていうのを見るのはすごく痛快なものがあるしとにかく全員センスの塊ですねセンスと勘がいいからそれはこう何よりは僕はミュージシャンにとって大切なことだと思ってるの でそれがやっぱレコーディングに入ると如実によく分かりますよね頭で考えなくてもで自分のテクニックに限りがあるんだけどもその中でやりたい音を表現していくでそれがとてもこう結果的にセンスがあって他の人と違うオリジナリティがそこに生まれるっていうのが天童寺の僕はマジックじゃないかなと思うんですけどもそして天童寺のお友達バンドチャイにも彼らの魅力をお聞きしましたね、かわいいそうだね、うん、なんかキャラが立ってるじゃんっていうのね、大きい人がいてさ、ね、センター分けのなんか人がいてさ、なんか立ってるよねキャラが、ね、濃い顔がいてちっちゃい人がいてみたいな、めっちゃいいよね、うんうん、すごい。だお客さんも含めてすごい、うん、すごい、ね、空間が良くなるよねなんか、うん、ね、ハッピー、すごいハッピー。うん先に気持ちが先導しちゃってるみたいなような音楽、うん、なんか天童寺にしかできない空間だし音楽だから私にはできないなっていつも思ってて大きい規模になっていけばいこうだああいうお客さんってだんだん減っていくイメージがあるんだけどなんかそれでもなんかこう全体をああいう雰囲気にできるのって、うん、それがすごいなってああすげえって本当は誰もがああなりたいんだけどなれないからそれは天童寺の力だと思うキャラじゃん、うん、人がいいよねなんか人柄最高人がいいなんか人柄出てるもんね、うん、出てる音にできるね、うん、音に出てるかっこつけないとかっこつけないのがめっちゃいい、うん、おーいおーいおーい天童寺チャイだよ元気元気負けねえぞはいありがとうどうですかどうですか2組からそうですまず片寄さんは今最初にピュアって言ってくださってたんですけど、はい、俺らこそ思ったというか片寄さんに対して本当に音楽好きだしだからなんかすごい話合うっすねあ、楽しいです一緒にでチャイからもメッセージが今日はマジでまあまあ、うん、最後だったのかなその日の仕事の最後でもう多分余力で天童寺で早く10分みたいなでもなんか愛されバンドと思いましたけどね愛されてるなーって愛されてるバンドも要求がとんでもなく高くてそうなんですか日本人カンフーとかできるだろうぐらいの感覚で